はい、主にこんばんは、やだんないし矢田さんです。ヤマトアルシオバアワードというのを、続けていたんですけども、ちょっとここで後取りなんですけど、部門をね、4つ部門ぐらい考えてて、で、今やっと3部門目に入った、動画入ったとこなんですけど、ちょっとですね、かなりね、エントリー作品がマジな、動画が多くてですね、やったところ、特に、笑えるところがなかったので、笑えるところっていうか、ちょっとね、アワードの全体的な流れとね、違うジャンルになったんで、もう、ダイジェストでいいかなと思って、紹介していきます。まあ、最初にエントリーしたのが、モンハンシリーズですね。うちのチャンネルで一番再生数叩き出してる動画もあるのが、モンハンシリーズ。ですね、アイスボーンの頃の、アイスボーンじゃないか、その前か、ワールド、アイスボーンの頃の動画ではあるんですけど、モンハンのね、仕組み的に、まだ今、ライズとか、サンブレイクとか、が現行のモンハンですけど、それでも通用する内容なんですよね。チャージアックスについてちょっと細かく動画作ってたんですけど、それでぼちぼちまだ見られてるっていうこともあって、非常に伸びたジャンルではありました。これがエントリーナンバー1ね。で、エントリーナンバー2は、ドラゴンズドグマでした。ドラゴンズドグマも、結構、未だに見られてる動画もあったりとかして、昔のね、プレステ3ぐらいの時代のゲームなんだけど、未だにやってる人もいるんだなっていうのが分かるようなゲームなんですよね。これも結構真面目に伸びてる動画シリーズだったりします。3つ目はファクトリオシリーズで、ファクトリオシリーズはジャンルが狭いっていうのもあるんですけど、結構僕定期的に最近もやるし、未だに見てくれる方がいらっしゃる動画シリーズです。これは結構真面目に真面目にシリーズを続けてるものではあるので、今後も機会があれば頑張りたいなと思ってる動画シリーズですね。で、最後が、エントリーナンバー4は、歌うたうは、プレイステーション時代の、音ゲーなんですけども、これ多分、もう、知ってる人は知ってるけど、ほとんどの人が知らない、マニアックゲーというか、発売直後のちょっとぐらいしか、多分、巷に出なかったのかなっていうぐらいの、続編もないし、珍しいゲームであるんですけど、すごくよくできてて、僕も大好きなゲームだったんで、最初から最後まで、手元カメラ入れながらやったっていうシリーズ。だから、知ってる人が見てくれるから、結構これも、これで伸びてたんですよね。とても思い出深い動画シリーズです。というわけで、この4本で、野弾部門ってことで対象決めたんですけど、ちなみに対象は、やっぱ一番再生数が多かった、モンスターハンターシリーズということに落ち着きました。以上です。本編に戻って、4つ目の部門から動画は再開します。はい。ということで、ここまでの、評価、貼ったやつを全部表示してみようかと思います。うん、はい。はい。じゃあ、ガチ部門があって、こっち系部門があって。いい感じでばらけたんじゃない？なるほどね。うん。なるほど。インパク
とインパクチ、インパクトが弱い。そうだね、インパクト越しのゲームでもまあインパクチっていう分野自体がよくわからん分野だと思うんだけど、あのバカ渋ないんだなっていうのは意外かな。うん、まあでもインパクチとさ、インパクチとバカ渋自体がさ概念としてよくわかんない概念なのさ。いやーバカに振ってんのないのはちょっと困るな。あ、そう、バカ振り、逆にバカシブバカインパクチってこうなんかこういうんじゃないっていうのあるゲームで、これバカシブじゃないとこれインパクチじゃない。今ここ並べてる中でさ、こう全体見たらこれもうちょっとっていうのある？まあ、リムココロはちょっとバカパク言ってたよね。もうちょっとバカだね。そうだね、リムココロのやってる猫は知的だけど、でも、バカだよね。やってることは知的だけどバカだよね。褒めてない。こっちってこと？バカだね。パクでもシブでもないけど、まあバカだね。ああ。シブくんだってさ、これあれだっけ？プレイステーション1だっけ？ワン。あの頃のゲームってバカでしょ。バカしかなかったね。そのさ、あのアイスステーションを尊重する意味でもリモココロンはバカに振るべきだと思うよ。そう、バカだね。リモココロンと比べたらアイスステーションのインパクトは強いし、まあアイスステーションから比べたらちゃんと王道的にバカに振ってるのはリモココロンっていう気がするから、この位置は正しいと思うね。ただ荒紙のバカパクどうなんだっていう、バカパクはバカ渋のような気もしてきたよねここら辺でしょ確かにね、ここら辺のさジャンル、ここと比べてしまうと、あ、ちょっとすいませんでしたって気はするよね。渋いね。結局さ、そのさ、ちょっと待ってね、あのさ、これさ、ガチ部門に入ってるからさ、そうなんだ。なんかここら辺にいたけどさ、これさ、俺 LINE したでしょあの唯一この準備をする段階で俺アルショクに LINE したことが一個あったんだけど荒紙ってガチなの、こっち系なのっていう、こっち系って言葉はその時使ってなかったけど、したでしょ。そうね。あのだからさ、結局だからこの団子に近いんだよね。そうなんだね。そう。でも、この団子の中から出てる作品だから、まあ、一種ここ正しいんじゃないかと思うよ。俺、バカ渋でいいんじゃないかと思う。バカ渋だよね。そう。で、リモココロンじゃないな。こっち系だね。アイステカだから、まあ、広く開いたバカパック。そうね。を、取ったらスッキリするかな。ああ、こんな感じ。こんな感じ。アイコンの大きさありますか？アイコンの大きさ。もう、対象取ったやつぐらいはもうちょっと大きくしてあげようか。そっかね。トラインと。トラインとかね。アイステ。トライン、アイステ。あと、チャージアックスね。チャージアックスはいいよ。アイステのあのアイコンのサイズぐらいは上げてあげて。そうだね。はい、アニマス以下。そこの団子でしょ。わかる。ちっちゃくしたいぐらい。ちっちゃくしたい。それすげえわかるけど。一個の団子にした方がいいんじゃないかってことでしょ。一個のフォルダーにまとめてもらってもかな。ほぼまとまってるようなもんなんだけど。いやー、こんな感じだ、こんな感じだ。いいね。ちょっとあるのな。ちっちゃい人たち。重なり下げてもいいぐらいだな。はい。はい、というわけでですね、最後にですね、もう一部門あるって言ってたんだけど、もう一部門は、なんと、その他部門です。はい、その他部門ここに入れてないんだけど、結局これって、
何やってるかって言ったらさ、次にやるゲームの話をしてるわけじゃん。うん、だからちょっとまあそのまとめでもないけど、この配置も見つつ、まあもう実際次何やるかっていう話題に入ってってもいいんで、いくつか今からゲームあげますんで、まあその話しながら最後まとめていこうかなっていう、部門になっております。で、まあ1個目はね、任天堂オンラインをやってたじゃん。うん。なんかそういう時期あったじゃん。それで、ファミコンとかスーパーファミコンでしょ？こちらですね。どっちって感じだけど。サムネも。ゼルダの伝説性。そう。海原かわせもやったし、ゼルデンもやった。ゼルデンもやりましたね。うん、感じ。ここら辺もいいよね。いいね。最後までやろうってしちゃうとさ、なんかちょっと重いけど、まあ満足するまで。もう、うちのチャンネルはもう最後までやんないっていうのはもうここで明言しとくから、面白いなと思った部分だけやったっていいし、そう、分岐はない。お試しお試しの繰り返しでもいいかなと思ってて。しかも当たらないじゃん。で、そういう考え方にもう最終的に至ったのはここら辺やってた時かな。まあ、これでも十分面白いなっていうかさ、もうひどかったじゃん。うん、やるって言ったゲームやってなかったり、生配信なのに、好き勝手やった時期なんだけど、うん。あと、生配信もちょっとさ、やってもいいんだけど、なんか、それはもう完全にこっちのノリなので、生配信は生配信でやりやすいのよ。編集しなくていいってもあるし、うん、特に落ち着けなくてもいいっていう考えがあるのかな、俺の中で。なんかちょっとやりやすいなっていう。編集するからにはやっぱり起承転結つけた方がいいじゃんって思っちゃうからさ。だからなんかその縛りがない分生配信の方がやりやすいなっていう部分もあるんだけど。まあそんな感じでこういう系でもいいんじゃないかなと思うね、次やるゲームはね。うんうん。こっちでしょ、確かにね。近づいてない？いや、近づいてるとは思うけど。近づいてるよね。うん。近づいてるかな。下だな。あ、違うじゃん、ここほら。ダメじゃん。違うね。ね。あ、いけるならいける。右に。あ、ここじゃん。ここだね。ナイスナイス。ちょっとまず倒そうよ。テクタイト、ゆっくり。強いよね。早い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 。うん、怖い怖い。でもさ、こいつさ、あ、下に来るか。サーチと、サーチと攻撃を兼ねるなよ。よしよし。はぁ、あ、え、うっ、出ましたこうやって動かせたよね。いや、どう考えても左でしょ。だって2回それを超えないと無策無策。あー、来た来た来た。はぁ、懐かしい。急に 2D、 急にスーパーマリオだそうそうそう、急に 2D にさせられるって。海原かわせ出たって。おぉ、アールマスターじゃん。大変ですよ。捕まると、もう、今までの、成果全部無駄になるから。嘘だけど。あ、こいつか。あれ、たたた。急にシューティングゲームやらされるやつか。ダメだ、ダメだ、ダメだ。あ、でも。あ、強い。強いじゃん。ね、倒せないもんだと思ったけど余裕じゃん。そしたらマジカルシールド持ってることが条件か。それでもやられるもん、この人。よしよし、余裕でしたね。あ、来た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 。よっぽど250ゴールドの方が大変だったわ。何してんの。サーチャーとしかも変な場所でさ、真ん中じゃねえとこでさ、ちょっと。これはどうしよう、別に。入れなくてもいいんだけど。まあ、インパクトだね。
ああ、インパクトでちょっと弱いぐらいかな。そうね。うん、まあ、知的でもバカでも、渋くもないし。まあ、ね、空いてるから、ここら辺に入れとこうかね。うん。で、このノリでやってて、結構俺の中でちょっと評価が高かったのは、こちら。ワイルドガンズ。ああ、なるほどね。ワイルドガンズ、ね、面白かったでしょ？面白かったし、うん。一応、こう、攻略したよね。そう、そうそうそう。あの、一回の配信で最後までできたっていうのも良かったし、これはね、突発的にやった割には、あの、もう放送何分か前にこれやろうって言った割には、あの、良かったな。あげて、あげるしかないんだよな。あれだ、A ボタン、B ボタン、Y ボタン、X ボタンで色変わるぞ。ほんとだ。ね。これか。あー、地味な二人だな。何ボタンで射撃着せた？あー、なんか。ん？何？アルティメットみたいなの使ってたよ。何ボタン？ Y で撃つな、Y で撃つんじゃない？何？いやいや、ちょっと待って。どういうこと、どういうこと、どういうこと？撃つボタンがわかんねえな。X しちゃったな。X はアルティメットだったな。あー、Y ですね。敵の弾、これあれか？打ち消せる？もしかして。いや、わからん。うん、これはステージ？これ。何？なんだなんだなんだ。わからんぞ。撃つのか。撃ってたもんだ。危ない危ない。危ないこれ。ほら、当たってんじゃん。ユー。ユー当たってんじゃん。死んだのかな？死んだなぁ。あちょっと待って、どこだ？体力的なやつ。ちょっとコンティニューとはない、ないのかい？なさそうだ。ああ、火！ああ。ワンダウンで終わってるこれ。これはな、厳しいんだよな。ナイスナイス。いいよ。なんか出た。いやいや。いやいやいや。敵の弾やっぱ、こっちの弾で消せるよ。ね、消してる。うん、なんか弾幕だよ、弾幕。うん、弾幕張って危なきゃかわすみたいな。キャ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 。俺はへっしょ。弱ボス来た、弱ボス。弱いな、この子。最弱じゃない、ボスで。弱っ。あのさ、撃つのに集中できちゃうのやばいよな。顔ね。なんか使った急に。使った使った。スーパーファミコンでしょこれ。そう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 。あの時代のゲームをさ、初めてやって、うん、あ、クリアできるんだと思ったもんね。うん。難易度もちょうど良かったよね。足、足怖くね。これは本当なんだろう、ゲームに救われたというか。まずまず。良かったな。だから動画としても、まあ、ひとまとまりになったし。すげえ印象ある。ドットのヘムもいいじゃん。ね。うんうん、あとはほら、俺らキャラ、大体キャラさ、使い分けるじゃん。それもやりやすかったしね。そうそう、俺こっちでしょ、あなたそっちでしょというさ、あの、二極端なあの割り振りも簡単にできたし。頑張って。まあ、良かったな。いいゲーム、いい時代のいいゲームだ。そうそうそう。どうですかね。渋さ入ってるよな。知的でもないよな。渋いけど。このぐらいじゃない？まあ、そうだね。うん。ちょうど空いてるここら辺だよね。
てるとこに。そう、空いてるとこに入れるの意味わかんないんだけどさ。どういうって。はい。で、ガチ部門には入れなかったんだけど、でもやっぱシリーズとしてね、うん、次のやついってるよ。結構俺は楽しかったし、まあ単純に続けるほどっていうとこまで行っちゃったから続けなかっただけで、でもこういう系統のゲームやりたいなと思ってるのはこちら。はい。なるほどね。ユナイトですね。何を何をおっしゃいます。最近ルカリオ流行っちゃってからさ、ルカリオすぐ取られちゃうんだよね。いいわいいわ。ウェアパレスも治ったでしょ。治ったと思うよ。やばいやつ。うん。じゃあもう、なんか中央タイプめっちゃいるんだけど。あれ、枝を変えたの？ゲンガー真ん中行くかな。ああ、バランスから動けない。ペコペコが下行くなら。じゃあ俺も下行くか。嘘でしょ、そんなでかくないでしょ。嘘だよ。でかかったよ。あとでちょっと選んでるっていう。かぶっちゃって。でかくないでしょ。修正希望だよ。すごいね。あれ敵ボットじゃない？修正イワーパレスで。そんなことないでしょ、今勝った。あ、大丈夫だった。うちのペコペコがいるんだから。したね。はい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 。お、真ん中に行ったね。さすが。あ、違うな。そうじゃないんだよな。ここにいるわ。あ、山海もいいわ。取られたんじゃない？いいよ、戻ろうぜ。取られた？真ん中のやつ。取られた。もう隠れてるわ。知ってるねー。まじや。知ってるねー。いや、待てー。もうやんない。ここ。ゴールしたんだ。さすが。あ、来てるね。あ、ゼラオラッタン、ね、来てる。行こう。取れる？まだ。まだカジリガメが余裕ある。棒なし行こう。あー、そうそう全員来たよ。よし、オッケー。俺がやられる。ふぅ、ナイス。はぁ、もう一回帰っちゃうわ。で、俺上行こう。集団戦取らないとな。カメ、今行ってもらえ、サンダー出たらなくなっちゃうんだっけ。そうね。ちょっといる？少しの間いる？いない。いや、いない。ダメ。ダメ。じゃあ無理ね。無理。先行するつもりでいるのかな、みんな。まあ取っていいよね。これは守りに入ってもって感じがする。その調子。ん？やられちゃう？うわ、俺が一気にやられるんだけど。いや、つらいな。心速慣れてないから。相当早く相手はユナイトハザーっていうか、エースバーンが結構、イケイケだったから、倒してくれるんだったら助かるわ。取ろう。その50の不思議花だね。サンダーよりかは。50持ってる不思議花をなんとかしよう。あ、カメックス来たわ。あー、もうエースバーンだっけ。つらくね、エースバーン。その調子。何に。つらくね、それ。頑張れ頑張れ。
どうなった？ああ負けてる。これはきつい。逆転あるね。みんなこれ持ってるやつ入れられたら逆転されちゃうわ。ちょっと結果のあれを見たい。エレベーターが使った時ダメだったな。ああもうサンダー戦で負けた感じね。全然いけるけど、その月光が来られるとこもある。困る。そうだね。月光が倒す方がお得かもよ。倒して。ああ厳しいかな。厳しいかなこれ。うん。バレたら厳しい。ここ制したいね。今 50% じゃあなんとかちょっとやって。今やってるからどうかな。難しいな。無理か。一回入れてくる敵のとこ。どうぞ。サンダー行ってるわ。エースバーンが。はい100点。ここ。どうした？倒した。ちょっと早めに行った。仕事した。仕事した仕事した。もうあれなんだよ。もうグローパンチはこのためにあると言っても過言。ナイスゴール。ナイスゴール。ナイスゴール。もうちょっといったんじゃない？今ちゃん、ちょっと。エースバーンどうしたのあれ？多分。あそこにシュートできると思って来ちゃったのか。よしよし。見てよ、岩ちゃん。多分。どうしたの、最後。ああ、得点ね。出た、出た。なんかあれだね。岩パレスっぽくなってきたね。得点源というか。っていうかさ、岩パレス、今も結局、こう、活躍できるじゃんっていうのを示してるよね、うん、これがね。変わってないよ。最後見てよ、ほら、岩ちゃんの100だよ、もう。すごっ。どうして。あ、そっか、始まった途端に一回100入れたのか。みんなで、戦略を組みながら、うん。まあ、行きたいよって。うん。いや、こっち系やりたいんだけど、でも、ユナイト系、そうだ、だから、LOL。ちょっと、こいつは倒す。リーグオブレジェンド。だよね、要は。系ってさ、どうしても新キャラがどんどん増えてくんだよ。ユナイトですらもう追えないぐらい今新キャラいて、環境もクソ変わってて、じゃあ久しぶりにやろうっつってやれるゲームじゃないんだよね。なんだ来た。だからもう完全に波というかさ、一回離れちゃうともうちょっと参加できないみたいな、そういうジャンルだから、このぐらいの時期やってた人がやれるモードとかあればいいけど、ちょっと今からユナイトじゃ久しぶりにやろうって言ってもできないからね、多分。まあね、カジヤメ最後取れたのはね。なるほどね。またこういうのが新しくあればだよね。そう。カジヤメ最後のユナイトなんですけど。まあ難しいね。インパクトだと思う。であり、インパクトであり。うん。本当ここら辺だね。うまいこと空いてるここら辺なんだよな、うん、ここでもないんだよな、なんかここって感じ。うんうん、頭使うからね。うん、はい。で最後なんですけど、なんか忘れてませんか、アルショさんは。ここまでで結構なシリーズとしてやってるんですけど、まだまだここに出てないものある、なんかある、あるんですよ。忘れるはずがない。あるんですよ。ただ俺も過去動画漁ってた時にあーってなった。あーやってたーってなった。じゃあそれ、ね、突っ張り大相撲とか。惜しいな。俺も思い出した時突っ張り大相撲出てたな。カービーボールとかでしょ。いやなんでそれはどっちかって言ったらほら海原ゼルダに入ってるからさ、俺の中で。なんだろう。その多分最後のエントリーはこちら。え、
なんだっけこれ。ドーントレス。モンスターハンター。違うよ、ドーントレス。数日前から、もう1ヶ月やってんのかな、もうドーントレスっていう、基本無料の課金ハントゲーをやってるんですけど、まあ、アルショ君も、もうほぼほぼ追いついた状態なので、本格的にコンビで、コンビ狩猟をやっていこうってことなんですけど、怖い。でももう 9% いってんだけど。な、何食らったの俺今。もう一応、ああ、危ないよ。俺向いてんの？俺向いてんの？ん？あ、怖い怖い怖い。これ倒れるの早い。めっちゃ危ない、これ。消えない消えない。逃げて。ああ、もうない。逃げて。ああ、今それかよ。出るよ。もうないよね、もうないよね。今度は足になったのね、弱点が。あ、移動してんの？そうなんだ。なんかこれは拾った方がいいやつ。ならあー、50% 以下になったらどうのってやつか、これ。危ない、ちょっと怖えな。はい、もう来ないで、来ないで。え、なになになにそれ、なに？グレネード、援軍。援軍？俺が爆弾投げてんの？もう5つとも投げてやったぜ。もう中に落ちちゃったんだけど、おんのか。どこに行ったんだ、もう。ボール。よっしゃちょっと角だろうね、最近ね。なんか打ち方が変わっただけでやることは変わってないの、こいつ多分。ただ、あの、近距離攻撃が盛んになりましたね。痛い、すごい痛いよ、こんな減ったよ。てかさ、なんでここにいんのあいつ。うん、あ、ちょっと今トーミングしたよ今。あー、そっち系の球なんで、ちょっと痛いよこれ。麻痺。あー、あそこに乗ってる間だけの系だ。こいつあれだ、あれと一緒だ。あの、カブトムシ。カブトムシ、デンデムシ。カブトムシじゃあれでしょ。あー、ここ不利。いや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 。俺、ね、浮かび上がっちゃったよ、俺が。横取りすぎちゃったよ。あ、いてていてて。よっしゃー、3つ目でやっとできた。タフだね、タフだね。こうなってからがタフだね。まだ怒るのか。さすがにそれは死ぬでしょ。死にフラグでしょそれは。もうないよ俺コンカシブグレネード。ナイスー。チラッと今アルシオが見えたからやるなって。はい、終わり。遠かったから相打ちになっちゃった。いやー、ボコボコですね。俺一回も回復薬使ってないからね。弱っちいよ俺。弱っちいって言うな。弱っちいって言うな。はい、ということで。いやー、ドントレスやってたね。やってたなー。やってたでしょ。結構やってたよ。うん。いや、ドントレスは別に何も悪くないと思うよ。単純にうちらが、あの、モンハン的なものにお腹いっぱいになってただけで。うん、あのモンハン自体もさ、結構なんだろうな、舌を選ぶというかさ、あの、そういうの食べたい時期じゃないんだよなっていうのに左右されない、モンハンって。そうだね。うん、あの、今日は中華じゃないんだよなみたいなさ。
あの、炒めし食べすぎてちょっともうパスタいらないわっていう感じのさ、なんて言ったらいいの、ね、そうなっちゃいがちじゃん、モンハンって。すげえやりたい時期あるんだけど、でもモンハンっていうジャンルだけでゲームやり続けるっていうのは俺は厳しくて、なんか違うゲームやりたくなっちゃうんだよね、あんまりやりすぎると。っていう中にハマってしまったからやらなくなっただけで、うん。ソロプレイ、まあ、モンハンも含めて、ソロプレイ要素が結構、序盤はさ、ソロでやって素材収集して、なんかさ、ほら、ね、採掘して取ってってあるけど、後半戦それはあんまりなくなっちゃうから、なんかもうちょっと個人で、できるのがあったらいいなと思う、モンハンね。後半。あのさ、ドントレスってさ、あの、なんか結局、どうしてもモンハンの飽きちゃうところってあるよなっていう、なんていうの、あのマンネリ化だったりとかね。それこそ、最初にやってたことがだんだん意味なくなってきたりとかさ。そういう悪いところを、ドントレスも受け継いじゃってるのが良くないのかなと思うんだよね。独自に面白い部分はたくさんあるよ。あ、むしろさ、独自性もちゃんとあるんだよね。まあまあ、ハンティングアクション同じようになっちゃうんだけど、でもドントレスならではのいいところってすげえいっぱいあったんだけど、でも、なんか悪いところも似てるというか、そっちの方がなんかちょっと惜しいなって思った部分はあったな、ドントレス。そしてそれを食らっちゃうっていう。あの、ダウン取ったりとかさ。あ、良かったと思うんだけどね。あの、すげえ簡略化された、あの、ドントレス時間。うちらがドントレス時間って言ってた。あの、茶番ね。敵を探さなきゃいけないっていうさ、茶番の時間。でも、あそこまで割り切ってるってもいいなと思うよ、俺は。なんか、あの、むしろあの時間競ってもいいぐらいだよね。その、無駄なドントレス時間をさ。ドントレス、まだありますか？あるあるある。あるよ、アップデートやってるよ、多分。作った地図、まだ使えますかね？いやー、それはわかんない。なんか、さすがにないんじゃない？ここから降りて。変わってそうじゃない？マップ自体変わったりとかさ、多分もう使えないものになってると思うよ。まあ、あれば取るのね。真面目にやってたからね、マッピングしてね。で、あのさ、むしろさ、もし使えてたら、もうちょっと見られてると思う、今も。全く微動だにしない。あれだけど、言い方あれだけど、あれだよね。その当時、ドントレスに専念できるくらい、他のゲームがなかった。ここにあるかもしれないけどね。どういうこと？どういうこと？このまま行きます。うちらのやるゲーム。ああ、そういうことか。ドントレスぐらいしかなかったみたいな。私ある離れ小島の真ん中にそうだね。そうだね。別にドントレス、以外にやるものあったらやった。誰が持ってきたのあれ？誰が持ってきたの？ドントレス？ヤダンの持ち込み企画？俺だと思うよ。ドントレス何？どっか行っちゃった。インパクチ振り切ってどっか行っちゃったじゃない。あ、あったあった。覚えて覚えて。帰り道があるのがいなくなっちゃった。そうそう。帰り道があるのがいなくなったよ。どこ行っちゃったの？帰ってきた。はい、インパクトはあるよね。うん、バカパクだな。そうね、うん、まあ、バカパクの、まあ、インパクトよりの、うん、いやー、歌うと比べるのか。いや、歌うよりがインパクトあるわ。じゃあインパクト、ここよ。ちょっと歌う、まあいいか、震度下げればいいか。ここでこうですねこうですね。いや、もっとバカパク、ああもっとアイスステーションに寄り添っていいか。ここか。はい、ということでこんな感じになりましたね。その他部門は、対象、その他部門の対象いる？いるか。どうですか、その他部門で言ったら。
なんだっけ、海原ゼルダ、ワイルドガンズ、ユナイト、海原ゼルダ、あーなるほど。じゃあ、ですね、そのタブの、うん、あ、いいっすよ、そのタブも対象は、いいですか、もう言っちゃっていいの。はい、あの、後からどんな画像でも出せるんで、俺その他部門は、ルナティックドーンオデッセイです。そうなんだ。あれそんなに良かったの？言いたかっただけ。あれ良かった。いやいやいや。見守り系でしょ？見守り系としては結構良かったよ。そう。そうなんだ。確認すればよかったわ、エントリー。いやでもまあ、その他はそのつもりでいたんで。その他だ、その他、だから、その他部分でしょ。ああ、そうなんだ。ナーティックドームですよ。あれ、いいとこまでやった。あ、どういうさ、ゲーム性かちょっと忘れちゃったみたいな。なんかね、結局、移動してお金稼ぐ。そう。ってこと？そう。結局なんかフラグ立つんだよ、クリアのフラグが。うん、お金がたくさんとか、多分あの悪名とか名声とか振り切ったりとかってところでフラグが立って、なんかエンディング行くんだよね。こういう人生を送ったみたいなさ。だから繰り返しになっちゃう部分が長すぎて、それでやりきんなかったんだけど、あのゲームは本当好きでさ、俺。世界観とかその辺のあれは好き、うんうん、なんだろう、ハード的な限界があるじゃん。うん、そこら辺も逆に味にできてて、うまいことなんか可能性とかワクワク感を作れてるというか、システム的には分かってんだけど、でもそのランダム要素によってこういうことも起きるなっていうのが逆に楽しいんだよね、あれね。あのこのまま行って、もしかしたら途中で山賊に襲われて死ぬぞこれみたいな、そこら辺も確率だってのは分かってんだけど、それが面白かった。ただダンジョンがさ、ダンジョンがあれだった、あれ 3D ダンジョンだったらめっちゃ面白かったと思うんだけど、どう？だからあれとサーペントを組み合わせればいいじゃん。あのランダム生成の、あのさ、行った先でやることがあれだからちょっと惜しいんだよね。なんか要はまあダンジョンは本筋から離れたミニゲームでいいんだけど、それが急にあの見下ろし型になっちゃうのかな。あれが簡単な 3D ダンジョンとかさ、クリプトなんとかサーペントの自動生成ダンジョン、あそこに持ってこいきましょう。確かに、それ自動生成ダンジョンで、しかもあれでしょ、アイテムとかある場所とかが分かんないわけでしょ、ランダムでさ、ってなってたら確か面白かったな。欲しいな、組み合わせて作ったら面白いもんできそうだよな。できるよねえ。アプリ作るか、もう。なんだったら、だからそこの町に入ってダンジョンに行くまでの道中はもうアニマスで行こう。混ぜてくる。なぜアニマスにしたんだよ。いらねえよ。もうその日になりましたって言ってちゃった。いやだからほら、あの戦闘シーンがさ、コマンド型だったでしょ。そうだね。あれを戦闘とかも全然覚えてなかった。覚えてなかった。そう、あのターン制だったのよ。そうだ。あの FF のさ、確かに。そう。確かに。あれである必要は確かにないんだよね。で、パーティー組むっていうのはちょっとよく分かんなかったよね。パーティー組む意味も。あれ別にソロでも確かにいいんだよね。あの、街の移動が面白いんだってさ。あの、依頼をこなしつつ。あれソロでもいいから、ってなったら一人称視点のアクションにして、あの、乱戦はアニムス、あの、ダンジョンはクリプトみたいな。感じにしてやってもよかった。確かに、あくまで次何やろうかなっていう話の、あのここで決めらんないからネタということで、うちらとしてはすごく学びがあったんですよこれ。この最終的なこのね配置の画面すごい役に立つなって思うぐらい。
あの成果ある動画になってるんですけど、ただ見てる人的にはね、やっぱオチが欲しいなっていうところで、やっぱりあの最終的なやらあるアワードを決めようかなって。あ、ルナティックドーンでしょ。いやいやいや、ルナティックドーンでしたって。いや、ちょっと考えてよ。もうちょっと考えてよ。じゃあ最後に画面出しとく。なんかそこにないやつでも。もういいですよ、全然。はい、というわけで、ヤナンと、アルシオアワードの、動画続けてきたんですけども、ここでお知らせです。お知らせです。あの、結局ね、あの、アワード大賞っていうのを決めたんですよ。あの、全部、ここまでやった全部のエントリーの中から大賞っていうのを決めたんですけど、もう、この動画シリーズのオチはそこで終わり。あの、動画、大賞決まりましたで終わるんですけど、ちょっと引っ張ります。あの、次の回に、発表会を入れるんですけど、こちらであの、重大発表というか、あの、重大転機を迎える動画にしたいと思います。あの、次回、アルシオくんの、VTuber 対、あの、2D ポリゴン対のお披露目会で、ヤダンアルシオアワードの、大賞を発表します。ということで、あの、お披露目会やりたかったんだけど、アバダ作ったんで、あの、もう見せておしまいになっちゃうから、まあ、それの締めも合わせてね、あの、最後に、発表して終わろうかなと思うので、最終回は、新しいステップだね。ヤナンとアルシオチャンネルの新しいステップということで、2D ポリゴン隊の紹介で終わろうかなと思います。じゃあ、次回、また機会がありましたらご覧ください。ヤナンでした。